はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。先日の動画の問いかけの答えをここで発表したいと思います。まずはこちらをご覧ください。どうぞ。はい、ここで突然ですが皆様に質問をしたいと思います。今日の質問です。はい、1番、うちの母もお花屋さんなので湿気が多くてドライフラワーには適さないから無理って言った。2番、うちの母は、まあ、そういう几帳面ではないのでドライフラワーにお花をするのは無理と言った。3番目、3番は何でしょうか。はい、3番目、うちの、実家の花屋は、うちの母の花屋は、基本的に、まあ、そういうドライフラワーになるようなお花が置いてないのでじゃなくて、それじゃ花屋になっちゃう。3番目、僕に手がかかりすぎて、未だに僕に手がかかりすぎてドライフラワーにするのが無理でしょって言った。その1番、2番、3番のうちどれでしょうか。質問に答えて下のコメント欄にまたコメントいただけたらと思います。はい、はい、ご覧いただけたでしょうか。あの動画を見てもらえば分かるように、3番の答えはなくなりました。はい、残るは1番と2番なんですけれども、うちの母はですね、僕と違ってすごく几帳面なんです。お家の中もピシッとしていて、もうすごく几帳面な人なんで、2番の几帳面じゃないっていう答えはなくなります。なので答えは1番です。動画のコメント欄に答えくださった方は多分全員正解してると思います。うちの母も花屋を経営しているので湿気が、湿度が高いんですね。なのでドライフラワーを作るには適さないんです。なので母はドライフラワーができないでしょって僕が言ったっていうのが答えでした。皆さんのこれね、問いかけの時に今回、まあ、お花に関しての問いかけではなかったんで、あんまり答えは返ってきてないですけど、またこれからもね、こうテクニック的なこととかの問いかけをどんどんして、皆さんに当ててもらって、逆にその理由をね答えることによってさらに皆さんの技術力アップにつながるような感じに仕上げていきたいと思います。そういう動画も作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今次の単行本に向けて、原稿チェックとかをライターさんとやってるんですけど、だいたい夜中の今2時過ぎなんですけれども、2時とか3時ぐらいまで毎晩こう原稿チェックをして、新しい本がより、ね、皆さんに分かりやすく、花束についての知識が、この一冊を持ってればもう全部わかるよっていうぐらいの本に仕上げたいと思ってます。ただよくある花束の理論書のように、僕なんかが読んでもすごい難しいようなことを書いてしまうと、それはそれでも絶対読まなくなってしまうし、読まないイコール上達しなくなってしまうので、皆さんがこう見やすい、そして吸収しやすいような本になってます。もうありとあらゆる花束のスタイルを網羅してますので、ぜひそちらも楽しみにしていてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.